いか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 。時は1925年。ここアメリカでは、イカ星人が車上荒らしを連発し、世間はまさに大恐慌へと突入していた。イカ星人に立ち向かうには、やはり探偵が必要ですね。そうですよね。チャーリッシュさん。その通りですね。私も冒険家として長年勤め上げてきましたが、そろそろ引退して新しく来る探偵の助手でもやってみましょうか。やあ、チャーリッシュ。そして金持ち。金持ちのお嬢さん。私があなた方に雇われた探偵、レイモンド。あなたですか。世間を騒がせている怪しいおじいさんというのは。そうじゃ。わしも長年チャーリッシュ君君と同じように勤め上げてきたが、もうな、あれじゃ、年季が入りすぎてしまって、もう探偵業に身を任せるしかないと思ってな。まあよろしく頼むぞ。ええ、まあそんなことよりもおじいさん、元いレイモンドさん、あの車の中に必ず産業スパイが紛れ込んでいるはずなんです。そう、車上荒らしと装ってるね。え、そうなの？車上荒らしじゃないの？あ、そっか。だがその方が探偵向きじゃな、スパイをとっ捕まえる方が。でしょ？頼みますよ、レイモンドさん。うん。三人の勇敢な探偵たちは、車上荒らしの現場へと、一目散に駆けつけ、調査を開始した。怪しいのう。怪しい車ばかりじゃ。実に怪しい。あんた怪しいしか言ってないじゃないですか。思わず転んでしまいました。ちゃんと探ってください。いやー、これあれだわ。わかった、ジョイ。ジョイって、全部車上荒らしのスパイじゃ。なんだって？よくぞ見破った。我々カーナビ星人がイカ星人に頼まれ、町中で産業情報を調査していたのじゃ。しかしバレたからには、もうろくじじい、そして仲間たち、貴様らを抹殺してなかったことにしてやるしかないようだ。ははは、そうはさせんぞ。行け、ゴモラ。バーン、ピガー。なんだって？行け、ゴモラ。宇宙人どもを蹂躙しろ。うわ、食い荒らされる。うわ、みんなもう車上荒らしには気をつけるんじゃぞ。じゃ、またな。